Hi, PES fans. I'm Aki Saito, and I work in the overseas division in Konami. 2 years ago, Konami Digital Entertainment moved almost all its facilities here in Roppongi's Tokyo Midtown. Yes, of course, PES 2010 is created in this office by the PES Productions team. This will be the first time we allow a camera inside the new PES Productions. So now, let's go take a look.Here we are in the floor of the production studio. Now let's go in. Saito-kun, お疲れ様。 Hi, Seabass. I want to let the people see the production studio. Can you show us around? うん、いいよ。じゃあ、フェスの裏から紹介するよ。まあ、これ作ってるね。はい、長いです。よろしくお願いします。こんにちは、はい、ちょっと PES 2010のグラフィック面の進化について説明してもらえる？はい、今回一番力を入れてるのはライティングで、選手のディティールとかも当然かなりブラッシュアップをかけていて、実際に選手モデルの顔とかもかなり精巧にできてます。で、 毛とかこの辺も再現されていて、今光で飛んでてちょっと見えないですけども、もうかなり緻密に再現されてます。で、ライティングなんですけども、全体的に環境光をかなり取り入れたライティングにしてます。で、全体のこの環境が選手に映り込むような感じでライティングつけてます。で、あと一番力を入れてるところが、今回新しく実装されたフィルターで、で、これが会長をかなり実写に近づけられるので、かなり本物に近い映像になるんじゃないかなと思ってます。で、あとセルフシャドウとかも今回ちゃんと再現されていて、まあ、実際にかなり近い状態になっているかなと。で、こちらの環境光が映り込むようなこの光の回り込みの表現もかなり再現されています。で、あとまだ調整中で、実際にゲームでちゃんと見せられないんですけども、実際にゲーム中に光のエフェクトも入る予定なので、まあ、期待してください。Thanks, Mr. Nagai. じゃあよろしくお願いします。Thanks. じゃあ次は一番大きな改良の新システムの話をしよう。Okay, let's go see it. 田中君、お疲れ様。お疲れ様です。Hi, Mr. Tanaka. はい。欧州のファンにじゃあね、はい、その別の新システムを紹介してもらいたいんだ。はい、わかりました。今ちょうど作業しているところなんで。お見せしたいと思います。 PES 2010ではチームプレーの重要性と選手の個性の再現をテーマに制作しています。じゃあまず、チーム戦術の重要度を上げる新システムの説明からいきましょう。中君、はい、お願いします。はい、ではちょっと説明させていただきま す, です、ね、まず今回は今まで、フォーメーションと言われたところをゲームプランというふうに変えまして、でその中に入っているスライダーという新システムがあります。チームスタイルというところに入ると、このようにいくつかスライダーが設定されていて、それ各このスライダーを動かすことでチームをいかに機能的に動かすということができます。例えば、一番簡単なところで言うと、まあ、パスサポート、これを例えば下げると、ここの図を見ていただくとすごい分かると思うんですけれども、まあ、サポート意識を下げることでパスを、ちょっと手前で受けるようになるというようなことがあったり、あとはプレッシングですね。いわゆるプレスに強力にプレスにこのように行くように設定したり、このスライダーを逆に動かすとプレスに行かずにこうやって引いて守るようになる、こういうような項目が、もういくつも用意されていて、でこれらを組み合わせることで、チームを機能的に、そして自分の好きなように、もしくは現実のチームであったり、もしくは自分が現実のチームを、もっとこう動かせたらいいんじゃないかと思うような、そういうことをこう自由自在に、設定することができるようになります。と、一つ目の機能としては、そういう感じですね。はい、この新システムはこれだけで機能するわけではないんですね。進化した AI と組み合わせることで、試合展開がリアルになるんですよね。はい、まず、これは今までのここに関してはチームだったんですけれども、それを今度は個人で組み合わせる、項目があります。
でそれを、我々システムでカードというふうに設定しているんですが、これで、まず例えばメッシュを見てみます と、このようにいくつかカードが設定されています。で、この中でここに P と書いてあるプレイスタイルと呼ばれるカードがあるんですが、これが各個人の動きを、再現するものです。これでいうと、まあちょっと反対サイドになってしまうんですけれども、インサイドラン、まあペナルティエリアに向かってサイドから切り込んでいく動きというような動きが設定されています。でこれを、下のところでオンオフすることで、この選手がこういう動きをするかどうかっていうのを設定していきます。でこれをいくつも設定すること、いろんな選手にこれがいくつも設定されていて、それを好みでつけることによって、チームの今までの機能的な動きというものをプラスして各個人の個性的な動きを再現することで、さらに、現実のフットボールに近い形に、なっていくように、設定することができます。 Thanks, Mr. Tanaka. Thank you. この新システムについてはね、こう試合展開が大きく変わるから、まあ、使っていて非常にやりがいがあるんですよね。まあ僕もあっちの席で作業してるから紹介する。 Seabass, this was great. そうだろ。 One last thing. Could you tell us the basic concept of PES 2010? PES 10のコンセプトは、チームプレーと選手の個性の追求っていうところなんだよね。欧州の PES ユーザーからもっとリアリティのあるペスをって望まれているのはやっぱり我々も痛感している、まあ、今回はまあそれを踏まえてその AI やら戦術の強化に非常に力を注いだから、まあ、きっと今までとは違った新しいペスの遊び方ができるんだと思う。もうすぐ今年の秋には新しいペスを届けられるから、まあ、期待して待っていてほしい。Seabass, thank you so much. Thank you. And I hope you enjoyed our little tour of PES Productions hosted by Seabass. See you soon.